皆様こんにちは、インターン生のドミキです。前回チュートリアルで作成したものを何かしら手を加えて別のゲームにしようとしている最中です。具体的にはこう横方向にこうキャラクターを動かすときに感性がついて、またこう逆方向に動こうとしないと止まらないところをこうボタンを離して止まるようにしてみたりとか、あるいは自動でジャンプをぴょんぴょんと繰り返すものを、それをジャンプボタンというものを作って任意でジャンプできるようにしすることはできないかと画策している状況です。ですが、まあ、これがどうにもうまくいっておりません。自分なりにいろいろ調べてみました。エラーメッセージの様子を見たりとか、あるいはそれも使って検索したりとかもしたんですが、それによるとココスクリエイターそのものもバージャンプが結構頻繁なようで、今私の使っているココスクリエイターのバージョン 2.1 なんですがね、そうネット上にこうアップロードされているしてくださっているココスクリエイターの解説のほとんどがバージョン 1. いくつの時代のものでして、これが適用することが難しく、自分の能力で一体どういう理由でそれがうまく通らないのかを突き止めには残念ながら至りませんでした。まあ、確かにこうソフトウェアのバージョンアップが頻繁で、あるというのは、まあ、開発が盛んであって、まあ、とても喜ばしいことだとは思うんですが、まあ、そうしたものを一から何かしらしようとしている人間がそこに携わっていくというのはとてもなんかこう厳しい場であるのだなと、こう初心者ながら思ってしまいました。一応作成するゲームのテーマは春と大雑把に前回決まったところでありますが、もしこのままチュートリアルのゲームをそのまま生かしてキャラクターを動かして何かをアイテムを集めるゲームとするならば、まあ、好きな意味なゲームになりますけど、まあ、キャラクターを動かして春といえば桜の花ですから、桜の花びらでも集めるゲームにしようかなと思っております。引き続き生温かい目で推移を見ていただけたら幸いです。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねの方よろしくお願いいたします。